こんにちは、鉄道博士だよ。今日は、JR のね渋谷駅にやってきました。主にね、訪日外国人向けのウェルカムスイカっていう赤いスイカがね、実は加わったわけですけれども、このウェルカムスイカっていうのは普通のスイカと違って、デポジット500円のデポジットがないんですよね。預かり金がない。で有効期限は28日間、28日過ぎると使えなくなります。そして、カードをね、スイカのカードを購入するのに現金だけではなくて、クレジットカードでも払うことができるというね、まあそういう特徴があるのがウェルカムスイカなんですよね。でウェルカムスイカはまあ訪日外国人向けのカードではあるんですけれども、もちろんね、日本人でも買うことができるんですね。で、でもどこでも売ってるっていうわけではなくて、今回はね、渋谷駅のね、これ南口にあります、JR イースト、トラベルサービスセンターっていうね、外国人向けの、そういう窓口があるので、そこですとね、窓口で売ってるんですよね。空港のね、成田や羽田ですとね、自動券売機でも売ってるようなんですけども、この JR イーストトラベルサービスセンターっていうのはね、東京の主要駅にあります。今回はね、入ってみるのは渋谷駅です。すみません、ウェルカムスイカって買えますか？あ、こちらで。あ、じゃあ1万円分。1万円分。はい。1枚でよろしい。はい。28日間の期限で。カードと現金別は。あ、カードで。はい。変わって初めてで。はい。ご署名お願いいたします。こちら今日購入されたので最後1月7日までになります。はい、今1万円チャージされています。はい、はい、東京に来てこの中を入ってきた。はい、というわけでね、28日間有効のウェルカムスイカを無事購入することができました。それではね、早速使ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。鉄道は最高のエンターテインメント。鉄道博士チャンネル登録よろしくね。